いや、僕行ってないですね。なるほど。水色がウェポンズ通ったっていうイメージあるんですよね。脱衣しようじゃん。僕行ってないですね。高いぞこの村。パッションが弱いし、行くかここ。行ってないっすね。はじめまして、木野川と申します。普段はポケモンとかマリオカートで世間をブイブイ言わしております。で、今日はちょっと8人はじめましてということで、ちょっと見た目で圧力かけようと思ってさっき300円で課金したんですけど、強者ぶっていこうかなと思ったんですけど、なんか周りみんなすでに強者ぶってて、僕の300円意味なかったっていう。意味分かって300円返してほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何と戦っているんだ一体。ではビエラさんお願いします。はいはい、というわけでね、トッペスいってた今回なんですけどね、あ、すいません、あ、すいません、本当に、今日はちょっとすいません、ビエラと申します。ポケモンの世界優勝経験者です。はい、ポケモンの YouTuber です。今日はアモンガスで暴れていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。センターさんがかわいそうだよ、ビエラ。この後にやるんだよ。じゃあ、俺一番最後でよかった？センターさん、お願いします。俺の方がかわいそうだね。センターさんが決めてくれますか？大丈夫ですよ。安心になる。さあ、全開決めた。いやー、素晴らしい。終わりだ。すごい、一番伝わった。一番伝わった今。なるほど。ファッション感じた。インポスター引いてゆく。ちょっとはね、アドミン行くんでしょ。ちょっとインポスターの時のこともちょっと考えて、最近アドミン行くんしてますね。今日の目標は、怖いと思われないこと。テンション高めに喋るか。でもちょっと眠いんだよな。眠なんだよな。眠王なんですよね。少ないね。珍しいね。リアクターない。お、死ぬか。やべ、生存意識高めに行こう。今日は よし。いや、死んだらまあ名誉の死だな。デス・オブ・オナー。重たわ戦士。配線だけに配線してか。配線士のマウスで配線してる俺っつってね。面白っ。黒木ピンカを。これは死んでそうだな、ナビゲーション。はいはいはい、ハイブリさん、ハイブリさんがやられましたね。はい、あ、どこでした？スピーカーみたいな。あ、オッケーです。ナビゲーションですね。ナビゲーションにあると確信していきました。はいはい、あのミンを確認して1あって、うん、アッパーとリアクターにも11あったと思います、うん、で、はい、連打しながら行きました。で、結構手前でレポートできたので、ナビゲーションの多分中かつ、手前側、奥側じゃないって感じですね。感じでした、うん、リアクターに いたっけ、ハイブリさん。リアクター白は見なかった気がしますね。見てない気がします。じゃないかな。私最後結構リアクタータスク結構残ってた人いたんで、割と絞れるんじゃないかなとは
いやでもね、リアクター鳴ったタイミングでキルして来てる可能性あるんじゃないかなって、キルしてリアクター鳴らした可能性もありますよね、ありますね。なると私一番最初にリアクターの妨害たどり着いてるんで、私一番難しいかなと。もう一人直した人は誰なんですか？あ、上側僕も行ってますね。直しました。そうですね。ただその殺したタイミングがわからないというか、センターさん的にはどのタイミングで殺したとかはなんか感覚でわかります？わかりません。最初のリアクターの最初のリアクターの時にもすでにいなかったので。でも僕一番最初に右側行ったんですけど、右側に行った時に白の人は右側に行ってたんで、ハイブリさん右側に一番初手で割と殺されてる可能性あるんじゃないかなって思ってるんですけど。他は右側行った人はいないんですか？僕はウェポン、あ、ビエラです。ウェポンのダウンロードのやつやってました。で、下行った人は見れてないですね。フェコロンです。フェコロンカフェテリアの、ゴミ出しやった後にウェポン行こうかなと思ったんですけど、リアクターだったんで左行きました、すぐに。初手以外で右側行った人っているんですか？もうちょっと話します。そうっすね。初手右行った人は洗いたいです。初手不可能だった人は洗いたいかな、どっちかというと。そうっすね。隠し、そのこのキルに関しての隠しろを洗っていった方が。スピーカーミートで、スピーカーミート、はい、スピーカーミート。助け意識だいぶ低めないと。まあそうね、はいね、メンバー的に。ちょっと人がいそう。茶色、緑。僕はリアクターが鳴ったタイミングで、リアクターに向かったんですけど、僕の下に、クラマくんがいて、その前にフェコロンさんがいて、場所をちょっとごめんなさい、教えてほしいです。カフェテリアの右上からです。あで、その後ろにビエラがちょっと離れてきた。一番最後に、多分僕が確認した中で一番最後にウェポンから出てるのはビエラくんだった気がする。うん、僕だと思います。で、僕は多分ナビゲーションに行ってない。誰かわからないかな、うん。どうですかね。誰かの目線わからないですかね。行ってないですね。わかんないけど、右行った人は黄色、白、黒、水。黄色、白、黒。そうですね。当てる、当てる。僕はウェポン最初行ってます。うんうん。うん、でも多分絹川さんとリアクターに向かったんじゃない。あ、そうですね。最初。割と序盤で行きましたよね、リアクターになって行ってます。じゃあお互いは、その2人はお互い的に やれてないっていう。リアクターになったタイミングで死んでるのであれば無理かなと思います。あ、タクトです。青色タクトです。初手エレクトリカルに行って、それでその段階でリアクターになったんで、リアクター行って多分2番目3番目ぐらいについてるんじゃないかなと思います。誰か見てくれてたら、はい、チャゲポヨです。私は初手左行って、メドベー入ろうと思ったらリアクターが鳴ったので、そのまま一番最初にリアクターにたどり着いて、その次にタクトさん、青色のタクトさんが来ているのを見ています。チャゲポヨさん、はい、左は一人だけでした？左は一人だけでした。誰か来るかなと思ってちょっと待ちはしたんですけど、誰も来なかったので一人です。僕、はい、どうぞ。あ、しょぼすけは最初ゴミ捨て、あのカフェテレ右上のタスクが2つあったので、ゴミ捨てとダウンロードしてる最中にリアクターが鳴って、ダウンロードは終わった後に移動したので、タスク中の移動とかは見れてないですけども、途中からリアクターに行ったんで、ちょっと、ミートしちゃった。投票と間違えてスピーカーミートします。ミートしちゃった。ハイブリさん、死んでる時はマイクミュートだけで大丈夫なんで。お身がお好きなようで最速直したよ。ボロンさん、でもなんか後にいたっけな、最初一人だったっけな。
はい。はい。はい、直しました。うんうんうん、私の話をしてなかったので、私は初手アドミに行って、はい、ストレージでエレクトリカルの前を通ってリアクター行ったんですが、その道中に、タクトさん、青色タクトさんがいらっしゃったので、はい、タクトさんの証言は間違いないし、最初手だったら不可能だと思いますね。なるほど。うん、ってことは結構フェコロンさん、あ、フェコロンさん、あ、フェコロンさんじゃない、俺フェコロンです、どうも。カフェテリアのゴミのタスクやった後に、そうそう、ウェポの方行こうと思ったんですが、うん、そこなったのは上で、メット上で、多分タクトさんと上の方、あのリアクターの上一緒に押したの多分僕だと思うんですけど、うんうん、はい。ですね。あ、3人いましたね。うんうん、はい、うんうん。なるほど。ウェポンから僕リアクター行って、多分結構後ろの方でリアクター到達したんですけど、ビエラです。僕より先に、まあカフェテリアとかからリアクター行った人は多分犯行は基本してないかなっていう気はしてますね。ああ、なので僕は自白という形で。いやいやいや、違う違う、本当に信じてください。パッションが違うか。違うです。パッションはすごい違います。いや、僕ウェポンでちゃんとなんすかね、ちょっと僕がポンやったからなかもしれないですけど、誰かに見られつつ、割とまあ最後尾であるんですけど、なんかその下から上に来たとか、そういう挙動なく、まあ明らかに右行ってない雰囲気でリアクターにちょっと後ろからついていった感を、誰かに見られてる可能性結構高いんじゃないかなみたいな。で、村目線と、村はそう、俺の後ろにいたから、まあそうなんですよね、そうなんですね。僕しょぼつけさんをカフェテリアの右で見てないんですけど。え、カフェテリアの右上にいましたよ。いや、ゴミの時はいましたね。でも多分、ね、僕が多分そのウェポンズにいる時に、あの下に抜けてってるのがしょぼすけさんなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、どうなんだろう。いや、僕行ってないですね。あらららら、なるほど。水色がウェポンズ通ったっていうイメージがあるんですよね。じゃあ追放するか。僕行ってないですね。高いぞこの村。ちょっとパッションが弱いし、行くかここ。行ってないっすね。素晴らしい。いい振りができた。しょぼすけさん、ビエラさんあたりが一応行こうかな。青青青青青青、多分たまんないはず、死なないはず、終わっても。場所的にガードミンかな。青オレンジ、要は誰だ、チャゲプロさん、オレンジ、どこだどこだ。絶対動くと思ったけど、今エレクトリカル前の、エレクトリカルの配電盤の直すところの前で、停電開けると同時に、立った状態で発見できました。なるほど。いやー、俺近かったな。近くにいたの、水、近くにいたや。僕もレポート出てましたが、ちょっとメモしてたんで、場所わかんなかったですね。僕もレポート出たんですけど、ちょっと、一瞬近って光って、うん、ちょっと僕離れてったと思うんですよね。右上の方に移動したタイミングで一瞬光って、まあ、いた人からあの整理していきましょうか。はい、はい、僕は配電盤の前にいたんですけど、配電盤つけてて分かんなかったです。配電盤最初め、あの麺屋さんと僕がそのエレクトリカルいて、ペコロンです、どうも。麺屋さんが先にも配電盤行ってて、僕もその入って、でとりあえずついたかなと思ったらついてなかったんで、また戻ってっていう形で、でまた開こうと思って、あ、治ったかなと思ってまた降りた瞬間に、あの体が半分になった麺屋さんがいましたね。キヌカワさんと、はい、タクトさんは、エレクトリカル来てましたか。僕とクラマさん一緒に行ってました。そうですね、タクトです。キヌカワさんは、はい、僕は最後ら辺に入ってました。全員いたのか。はい、全員いたんだ。
発見者の僕からするとフェコロンさんかしょぼすけさんで、フェコロンさん 85% ぐらい、しょぼすけさん 15% ぐらい。あ、犬川です。僕もあの茶色が切ってるようにちょっと見えましたね。いや僕、ごめんなさい、僕はつけたから分かんなくて、だから自信向けたのだけは。確かに俺は歩いてたんですよ。歩いてたんで、まあ、そう見られるかもしれないですけど、僕ではないんですよ。いや、僕じゃないんだよ。マジで俺じゃないっす。なんか僕からしたらちょっと水色かなって思ったんですよ。いや違いますよ。俺じゃないよ。僕違うっす。あの、僕も自分でエマージェンシーコール押しちゃってるんで、誰かお願いします。素晴らしい場所。停電か込みと見た。リアクターではないと見た。リアクターだった。しむ。はい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 、はい、キヌガをしました。ありがとうございます。あの、ペコロンさんがあの怪しいと思った理由は、はい、あの、はい、めちゃめちゃごちゃごちゃしてたんですけど、はい、その動いてたんが、ま、茶色っていう認識やったんで、ね、なんか茶色がやったんじゃないかなと思ってたんですけど、その、あの、ペコロンさんの証言的には、ま、動いてたっていう証言はされてたんで、ま、なんか見間違いやったら申し訳ないっていう感じ。あ、でも下に動いたって言ってらっしゃいましたけど、はい、左に動いてましたよね。え、左というか、え、はい、え、真左に動いてなかった気がするんですけど、ラグとかのやつじゃないですか。まあまあまあ、まあけどここで断定するのは正直厳しいと思うんで、1個目をちょっとさかのぼった方がいいかなと思っていて、はい、1個目できるのって、うん、僕視点やとしょぼすけさんかビエラさんしかないかなと思ってしまったんですけど、他容疑者っているんですかね。これ僕視点だと、まあ僕はダウンロード終わった後に移動してて、左側に移動してて、その間に、まあ、誰も会ってなくて、僕はアッパーエンジンの中で閉じ込められたんですね。なんかリアクターが止まった後に、はい、でその間に移動してる人いなかったので、まあ、確かに僕は怪しまれる位置にいると思うんですけど、なんかこの開幕キルなのかなっていうところが、僕はちょっとなんか皆さんが開幕キルで断定しちゃってるのがちょっと怖くて、僕はビエラさんでも下に行ったっておっしゃってませんでした、クラマさんが。僕はちょっと僕の目からわかんない、見間違いかもしれないけど、そのなんか最初に通った人たちがいて、唯一水色の人が下通ってってる器用に見えただけなんです。いや俺は本当に言ってないです。僕は言ってないです。うん、だからあのウェポンの方には一回顔を出して誰がウェポンのか確認をしました。あ、確認をした。あ、そう、キルの場所がナビゲーションっていうのを考えると、やっぱり開幕なんじゃないですかね。うん、あんまそこ長いするとは考えづらいんで、うん、可能性的にはどうしましょう。ただ本当に僕ではないです。ディエラでもないです。通報しちゃったもん。あ、どうですか。僕トフヨガメバグってます。やめてください、本当に。ちょっともうこれ以上はボタン、そうですね、使えないですね。やべ、どんぐらいの出力でやればいいんだろう。大丈夫かな、こんぐらいでも。とりあえずなんか出力を抑えた方がいいか。フェードオレンジだよね。フェードオレンジサイドピンク。めっちゃ弁当ゲー、めっちゃ弁当しとるけど、大喜び。おっと、おっとっと、はい、先端さんも、今見つけたのは、はい、ストレージの下で、チャゲさんの死体です。あ、僕もレポートを同時に多分押したと思います。あ、本当ですか。
はい、多分一緒に向かってると思います。はいはいはい、とりあえず今通ってきたんだけどな。僕アドミンで見ててキルフラッシュ出たんで多分ですけど、ストレージ行ったら、うんうん、ストレージ側から走ってく来たのがフェコロンさんでしたっけ、ね、タクトさん。あれですね、キルフラッシュってのはあれですよ、アドミン見てて一瞬だけピカってなる。あーそうですね、212っていうやつで、この下っていうより右から来ましたよね。そうですね、僕のシールドから重いよね、そのね、上上がってた。多分そのアドミン見てた瞬間にその場にいたのが僕とビエラさんとクラマー君で、疑い合ってなかったしね。そこにいなかったペコロンさん、ショボスケさん、キヌガワさんが怪しいかなっていう点で、え、アドミンビエラさん見てくれてました。僕は一瞬しか見てなくて 2つしかあの人数いないところのキルフラッシュを着目して見てたから、他のところは O2 ナビゲーションあたりについてたの見てないですかね。見てないですか。ガチで見てない。高い高い。先にじゃあ僕言っとくと、僕はあの燃料を入れてあのアッパーエンジンに行ったんですけど、おそらくストレージキルされたタイミングで閉じ込められました。どこからアッパーに行きました、しょぼすけさん。あ、僕は燃料を入れた後に左、はい、ストレージの左側を通って、はい、でそのままアッパーエンジンまで行ってますね。さん最後にロワに位置ついてたのがあったんで、そこ多分センターさんの死体かなと思ってて、そこ通ったショボッケさんかなり黒いかなっていうのと、はい、うんうん、素晴らしい。もうここ釣らないといけないと思うんで、うん、僕はショボッケさんに入れたいなと思って、うん、そうですね、僕も入れようかなと思います。でもじゃあ俺でもあれです、本当にあれです、引かなかったですよ、ロワでは。だ多分あのロワーの左奥でやられたんだと思いますよ。いい場所、そのロワーに期待があると考えんなら場所、うん、待ってピョコって言った今絶対入れたでしょ。僕じゃないです、本当に。ちょっと勘弁してください、やばいっすよこれ負け。じゃあもう僕がやったで、やりましたよ、もう。やりたもん、やりましたよ、もう全員、もう、どうせ知られるんだったらって言って、お前。全員食い殺してやったんすわ、もう俺が全員。負けてやれ、吹っ飛んでいったな。気持ちいいやろうな。ああ、面白い。面白すぎる。面白い。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でーす。ペンタンさんやられた時のあのペンタの量。ペンタの連打。めっちゃ終わられとった。グリッチだったっけ？グリッチがずっと弁当入れなくてぽよ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 してる。浮いてました。めっちゃ面白かった。いやもうどうせ死ぬなら強い人持ってこうと思って。めちゃくちゃ弁当で入りして終わられてたずっと。めっちゃ落ちたな。面白かった。もう一人誰なんだろう、誰だろうね。僕らもね、翔介さんしかロックしてない。あー、もう見事に首をやられました。やられました。首をひねられました。ひねられた。ちゃんと鬼の弱点の殺し方をしてきました。確かに確かにそうだわ。じゃあ、と思ってるやつが犯人。この中にそんなやつがいるの？殺殺隊が。殺殺隊がいるの？鬼殺隊が鬼だからね、このゲームは。そうだね。そうだよ。間に合った？間に合いそうですね。誰か死んでる？いや、4人しかいないです。あ、いたグリッチがこんなとこに落ちてる、かわいい。かわいい。タスクやってない方いませんか、幽霊で。タスク終わりました。もう終わってます。チョブスケさん終わってますか、タスク。あ、タスクもうちょっとありますね。あ、もうちょっとでいけそうですね。急いでください、ちょっと。何のタスクがあってるんですか。もうちょっとでいけそうっす。頑張ろうって段階です。誰なんだ、誰なんだ。お、あー、死んだ人はミートで、マイクミートで死んだ人は。はい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 。はい。どうなった、これ。エレクトリカルの前で死んでました。あ
はい、僕証言します。アドミンで見てました、はい、カフェテリアに 2,、はい、2ありました。どうですか。カフェテリア僕いました。あ、多分僕もカフェテリアには。あ、じゃあこれセルフ。あ、ごめんなさい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 、いや絶対セルフです。ストレージです、ストレージです。ごめんなさい、僕ストレージです。ストレージ、あれ、いや、カフェテリア2って何ですか。じゃあああ、カフェテリア2でしたけどね。カフェ2、アドミン1、エレクトリカル2でキルフラッシュ出たんで、ペコロンさんのセルフだと思いました。でも僕、多分カフェテリアには入らないと思う。多分入ってもこれの通路あれ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 、今僕は多分いないです。カフェテリアに、あ、やばいことになった、ね、俺やばいことになった。コメント欄今やばいかもしれん、これ誤差いや、コメントを読んじゃダメだよ、試合中は。いや、違いますよ、だから読めないんですけど、見れないからやばいことになったみたいな。あ、そうか。え、でもタスク僕終わりました。ちなみにどうですか。あ、俺も終わってます。終わってます。僕も終わってます。あ、もうあとちょいってやるだけです。じゃあそれでいきましょう。それでいきましょう。それでいきましょう。それでいきましょうよ。それでいきましょう。そうっすね。うん、いいと思います。ちょいっていうのはどこのちょいですか。いや、これ言わない方がいいんじゃないですか。言わない方がいい。内緒戦法、内緒。あの、ここで言っちゃうとサボタージュがあるのあると思います。でもなんか締めまくられそう。そう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 。いや、じゃあなんかあの死体があったとしても、あのリポートせずに待ってますね。お化けになってでも送ってくれれば。ああ、そうですね。レポート禁止でいきましょう。そうですね、はい、それでいけると思います、うん、ちょいな。そうですね、タスクを絶対進める、うんうん、了解です、はい。ビエラ初日の犯行がしょぼすけさんとビエラ2択ぐらいしかなかったんで、まあ、僕はまあかなり白に近いんじゃないかなっていうことを、なんか最後なんかごちゃった時に参考になる情報あればそこも、ね、はーい、まあ、ではいきましょう。タスクでいきましょう。タスクでスキップ入れました。はい、じゃあチョイってしていきます。あれだね、メッドベイの試験官ね、最後。ちょいこっちかっぽかった。これはね、どさくさに紛れすぎでしょ。ってか、マジでエレクトリカル密でしたからね。密だった、密だった。いや、俺もなんか、いや、結構、キルしてから見つかるまでの時間長かったから、うん、なんか、うやむやになると思ったら、意外となんか絞られちゃって、まあ、どうせ知るならバレてやろうぜみたいなテンションで来たんで、強い人から食っちゃうもんねとか思ってすごいすごいパッションだった。センダーさん下位置ってロアでした。そうっす。ああ、よかった。めっちゃロアで食ってから弁当入りまくりましたもん。もう弁当入っててめっちゃ煽られまくってました。いやでもタクト君のね、あの推理が本当ドンピシャで当たっててすごかった。すごかった。すごかった。あいつ真っ白出たもんね。最後のあのビエルさんのアドミン情報は多分正しいかもしれないです。あのエレクトリカルでセルフレポートだったんで、うん、僕。なるほど。ついたんだ。多分クラマさんは多分カフェにいたんだと。多分ね、僕ね、多分ストレージとあのカフェテリアの多分通路ぐらいにいる可能性、なんかラグであるかもしれないから。うん、だからちょっとした時差で。はいはいはい。なんかビエラさんのあれは正しかったと思う。うん。だからビエラが見たタイミングだからか。ちなみにしょぼすけさんはあれですか、ウェポンズの方通って下行ってました？言ってましたね。右上いなかったもんだってカフェテリアの。もうすっごい言ってましたね。いやでも良かったですね。いい試合でした。よしよしよし。楽しかった。